青少年のための管弦楽入門は、イギリスの作曲家、ベンジャミン・ブリテンが1945年に作曲した管弦楽曲。プロコフィエフのピーターと狼と並んで、オーケストラの入門曲として非常に有名な作品である。独特のタイトルで有名な曲である。変奏曲のそれぞれの変奏にオーケストラで使用される様々な楽器の独奏を配置するという形式をとる。それぞれの変奏には解説がついており、オーケストラの各々の楽器を紹介する形になっている。英国放送協会が制作した音楽教育映画インストゥルメンツ・オブ・ザ・オーケストラのために、1945年12月中旬から同月31日深夜にかけて作曲された。映画は翌1946年11月29日に公開された。映画ではマルコム・サージェントが指揮と解説を行い、ロンドン交響楽団が演奏した。映画の公開に先立ち、同年10月15日に同じく指揮サージェント、解説エリック・クロージャーの下、リバプールフィルハーモニック管弦楽団によって初演された。ヘンリー・パーセルの劇風随音楽、アブデラザールのロンドンの主題による変奏曲とフーガである。トゥッテイとアンサンブルからなる主題提示部、変奏とフーガからなる展開部、再現部、決備部の4つから構成されている。曲の性格上、親しみやすいメロディを前面に押し出した平明な音楽となっている。パーセルの主題が編成を変えて以下の順に提示される。アレグロマエストーソ、イーラルガメンテ主題がオーケストラの各々の楽器で変奏される。変奏する楽器の順は以下のようになっている。ブリテンのオリジナルな主題を用い、変奏において紹介された楽器の順に入ってフーガを形成した後、パーセルの主題との二重フーガに移行し、壮大なコーダで盛り上げて終える。二重フーガは再現部に相当し、そこから二長調に転調する。アレグロモルト演奏は指揮者自身あるいは解説者による解説付きで行われる。この解説の文章はブリテンの友人であったエリック・クロージャーによって書かれている。クロージャーは本作の初演でも解説者を務めている。ブリテンは解説ありと解説なしのどちらでも演奏できるように書いており、解説なしで演奏されることも多い。日本語版では、栗原小巻、小沢誠二、三枝重彰がナレーションを担当した録音がある。多くは、海外録音の演奏に日本でナレーションを加えているため、同じ演奏でも LP と CD でナレーターが変わっている場合もある。青少年のための管弦楽入門と並ぶ。年少者向け音楽教育作品を挙げる。ありがとうございます。